はい、ベーグルトリップのりょうです。今日はニューヨークに着いてから5日目の朝かな、ということで早起きできたのでマンハッタンにやってきました。現在の時間が9時ぐらいで、ちょっと出遅れた感あるんですけども、まだ9時だったら人気のベーグル店もまだそれほど混んでないかなと思うので、今から行ってきたいと思います。おお、外観変わってますね。なんかペンキ塗られてる。思ったより混んでないですね。ラッキー。まだハマンタセン置いてますね。一つ買っとこう。ハマンタセンは3月のプラムの日に食べますよ。ブラック&ホワイトクッキーもありました。ベーグルの種類も13種類ありますね。クリームチーズの種類は数えられません。約15分ぐらいで列の先頭に来ましたよ。もうそろそろ呼ばれるかな。お、呼ばれました。シナモンレーズンベーグル and プレーントーグ。プレーントーグ。クリームチーズ。ドクターズ、right? No. No doctor, yes. Sir? 出来上がるまでここでしばらく待ってます。こんなにたくさんの具材があるので、皆さんどれを選びますか？めちゃくちゃ迷いますよね。シナモンレーズン。ベーグルを受け取ってからレギを並びます。Thank you. なんとか天気が持ってくれそうですね。ということで、今からセントラルパークに向かいたいと思います。はい、皆さんおはようございます。ニューヨークに着いてから4日目になるんですけども、今日はセントラルパークの中から朝の挨拶してます。実はですね、なんか今日めちゃくちゃ寒くて、ユニクロのスーパーライトダウン、ライトスーパーライトダウンのダウンを着ながら撮ってます。で、今からベーグルを食べたいと思うんですけど、なんか今からカフェが開くみたいで、なんかここで撮ってたら怒られそうなので移動しようかなということで、ちょっと移動します。はい、今ちょっと移動してきました。で、今からエッサベーグルで買ってきた朝食を食べようと思います。で、今日いや本当寒くてね、ダウン着てます。なんか、ね、寒さ戻ったわ。なんか今日から天気も悪いみたいで寒い感じですね。で、早速なんですけど、今日買ってきたのが、じゃじゃーん、シナモンレーズンのベーグルにプレーン豆腐クリームチーズのサンドを買いました。で、こちらのサンドで、ベーグルと豆腐クリームチーズ合わせて750円ぐらいになりますね。パッケージかわいい。早速いただきます。で、こちらの、はい、めっちゃシナモン効いてる。めっちゃいい匂い。足元とかな。よいしょ。では早速いただきます。サブなんかホットコーヒー買おうと思って公園の中に入ってきたんですけど、コーヒー屋さんが公園の中なかったです。外で買えばよかった。もう凍えそう。
シナモンが程よく効いてて美味しいです。トーストしてもらってないんですけども、そんなに硬くないです。で、スターベーグルもめちゃくちゃ有名じゃないですか。9時ぐらいに行ったんですけど、10人ぐらい並んでたのかな。で、あと、なんかエスタベーグルが変わったところが外観なんですよ。エスタベーグルって、あの、外がなんかね、木目調の、どうですか、窓枠みたいになってるんです。こう、その木目のところをね、薄いブルーみたいな色にも、ネズミ色なのかなに、こう、書き換えてました。その木目がなんか今までどうやんかな、あの、ちょっと古めかしくて、なんか歴史があっていいかなと思ったんですけど、なんかもう、あの、それをなくなったみたいですね。ね、観光で来られてる方が結構いっぱいいて、アジア人の方多かったですね。なんか東北リッチなんでなんか、ヘルシーな感じします。なんか昔は、T シャツとかキャップとか売ってたんですけど、もうなんか売ってないみたいな。寒い。寒い。めちゃくちゃ寒い。ホットコーヒー飲みたい。実はもうニューヨーク何回も来てると、あの、セントラルパークもあんま来なくなるんですね。まあ公園はすごく綺麗なんですけど、あんまり何もないというか、うん。でも、綺麗ですよね。ダクターハウスの家の近くに、あの、ストロベリーフィールドでしたっけ？あの、ヨンレノンの、そういうのもありますね。東北リティ、風味がすごく来るかなと思うんじゃなくて、結構しっとりしてて、なんかバランス的にちょうどいい。シナモンレーズンのベーグルにめちゃくちゃ合います。よかったら皆さんも食べてください。娘が食べに来た。全然逃げない。あと半分はまだあるんですけど、なんか暖かいところで食べます。ここ寒すぎる。エスタベーグルでベーグル買って、ブルーボトルでコーヒー買って、セントラルパークに来てください。あと、これも買ったんですよね。ハマンタシ。これはまた夜ご飯に食べようと。ごちそうさまでした。寒っ。なんでこんな寒いに。皆さんがよく行くロックフェラーセンターなんですけども、ロックフェラーセンターの地下にあのトイレがあるんですよね。結構ね、あのニューヨークってトイレがないので紹介しておきます。あの、ね、この奥 の, あのブルーボトルの横にねトイレあるので、もしよかったら利用してみてください。実はあのメイシーメイシーズの近くにもエスタベーグルあるんですよね。ここは結構ね、比較的なんか新しくできたエスタベーグルなんで、めっちゃ綺麗なのと、あとはなんか椅子とか結構あるので、ね、さっき言ったエスタベーグルよりはなんかイートインのところ多いと思います。僕も何回かこう食べたことあります。あとだから僕今 T シャツとか売ってないから見に来たんですよね。おー、なんかだいぶ変わってますね。なんかね、去年来た時はこんなにね、なんか段ボールいっぱいでなかったんですけどね。すごいすごい。なんでここ今レジあるじゃないですか。ここでだいたいね、あのレジしてたんですけど、ここ閉鎖してますね。なんか通販の梱包をしてるみたいですね。なんかレジはこっち側に行ってるみたいですね。だからベーグル作ってもらって、ここでお会計するって感じになってます。すごいね、これ全部発送するのか。すげえ。これなんか全部これベーグル発送するみたいな、すごい。売り場使って梱包してますね。なんかだいぶ変わりましたね。通販が中心になったのかな。
めちゃめちゃね、発送するね、あの準備してた。すごい。まあここは結構、ここも結構落ちて食べれないかもしれないね。でもね、あっちがいっぱいだったらこっちも食べるっていうの手があるかもしれません。ではでは、こんな感じです。ファーストアベニューのエッサ、僕結構好きなんですよね。結構コンパクトで、でもね、ちゃんと座れるところもあるんですよね。Do you have a Essa Bagel T-shirt? Yes, I do. First size? Small, medium, large, extra large. How much? $18.95. Okay, what color? Green. 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 M2. Two mediums? Okay. There you go. Thank you.少しですけど、座れるところもありますよ。 T-shirt? Yes, thank you. トレーダージョーンズがあったので覗いてみましたよ。卵3.29度、そんな高くもないですね。やっぱトレショが全然安いよね。あとね、冷凍食品とかもね、トレーダージョーンズオリジナルがめっちゃあるんだよね。うん、僕は食べたことないんですけど、まあ、結構 YouTuber の人が食べてる感じですね。だからチンするだけなんでね。ベーグルもね、6個入って、プレーンベールが1.99ドル、280円。で、エブリシングとかは2.49ドルですね。うん。全然安いね。もうサラダも安い。なんか今日こんなにしようかな。なんかウィリアムバーグにもね、それとちょっと歩いたらあるんだよね。そういうのもいいかもね。これ見て、ほら。水が17セントだって。めっちゃ安い。買っときたいけど、水あるしな。でね、あと炭酸水を買ってるじゃないですか。99セントで1リッター入ってるんですよ。でもなかなか1リッター飲まないと思うんですけどね。でもめっちゃ安いわ。やっぱりトレチョだね。あとはお土産にエコバッグとかもいいかもしれない。後で見てみます。意外とね、オレンジジュースが高いんですよね。でも、トレジョのオレンジジュースで、オーガニックで 1.53 リッター入って 5.49 ドルだから、ね。でも、ちっちゃくても、そんなに変わらないですよね。だけど冷蔵庫ないからな。冷蔵庫あったら買うんだけどね。あとお土産てかにも本当にいいですよね。これお土産いいかも。結構こんなね、大きいチョコレート買って帰ったら喜ばれるよ。アメリカンな感じがすごいする。でも結構ね、お菓子はするよね。アメリカ住んだらトレジョに来るんでしょうね。うん、今日本当にね、トレジョのサラダにしようかな。今そこで買っても仕方ないんだけどね。なんで今なんかトレジャージョンズに喋ってるかっていうと、あれなんですよ、地下鉄の乗り口間違えて1回間違えて出るじゃないですか。15分間なんか再入場できないんですよ。だから15分待ってからまた再入場しようと思って今結構時間潰してる感じですね。うん。
全部めちゃめちゃ美味しそうですね。This one, please. Thank you very much. Thank you. 今、スーパームーンベイクドハウスに来てます。3年ぶりぐらい。なんかね、レシートを、まあ、E メールで送ってもらったら、なんか DM が結構来るね。週に2回ぐらい来ます。で、久々に寄ってみます。ここはなんかあの、クロフィンっていうのが有名で、前食べに来ました。で、早速ですけども、クロフィンってどういうものかというと、こんな感じです。こんな感じです。見えるか？これの、なんかバナナ、後で調べます。あの、バナナなんとかクロフィンですね。はい。バナナだったかな、これ。なんかスタンダードなのもあるんですけど、なんか今これがやってるみたいな。で、これが8ドルだから、これで1120円になります。では、ちょっと小腹が減ったので、いただきたいと思います。いただきます。うん。おいしい。なんかめっちゃサクサクしてる。本当にサクサクで。これなんだろう？梨？リンゴ？なんか洋梨っぽい。外れてたらすみません。中にジャムが入ってる。美味しいわ。めっちゃジャム入ってる。ほら。漏れそう。クリームとジャムが入ってます。下見せれないけど、パラ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 落ちてますよ。またスズメがまた足元来てます。欲しかったです。お疲れ様でした。お腹いっぱいになった。この辺はね、ほんとね、好きなお店が結構あるんですよね。だから本番よく来ます。ここがスイート地区ですね。今やってないのかな。あ、やってるやつね。こうチキン&ワッフルが有名ですね。やっぱり並んでるな。ここが、カッツデリカテッセンですね。もう多分パスタナミサンドイッチとかも検索するともうここが一番に出てくるところですね。めちゃめちゃやっぱ美味しいと思いますよ。この行列やばいわ。だからね、本当に早く来ないとね、めちゃめちゃ並ばせれる。本当にね、やばすぎ。一応写真撮っとくね。めっちゃ並んでるわ。すげえ列だね。やばいやばい。これはなかなかたどり着けない。カッツデリカテッセンがあった道をまっすぐ行くとラッツ&ドーターズが見えてきます。めちゃめちゃ近いんだよね。ここが、昨日行ったラッツ&ドーターズのあのローアイクサイドにある見てるね。めちゃくちゃ混んでるよ。これほら、ね、もうお店だけだから食べるとかないんですよ。だからどこかの公園とか思うんですけど、でね、入るとね、だから中に赤いチケットのやつあるんですけど、プリンセーカーナンバーって書いてあるんですけど、そのナンバーを取って待つみたいな感じですね。無理です、無理。まあね、お店の雰囲気あるんで、ここで買うのもいいと思いますよ。なんかね、あの、昨日行ったネイビーヤードでベーグル作って、あの、ここに持ってきてるみたいですよ。
あとね、そういうのバスケットコートみたいなのあるんですよね。もうちょっと行ったところにね、うん、そこで食べるのも、まあ、この公園で食べるのもいいし、もうちょっと先に行ったあのバスケットコートがあるんですけども、そこで食べるのもいいかもしれない。あとホールフーズもあるんで、そこでドリンク買ってもいいですね。でここ南下ったりするともうチャイナタウンになるんで、まあ、中華街行ってもいいかもしれないですね。はい、ホテルに戻ってきました。で、今日はじゃじゃーん、これです。今日はあのエッサベーグル特集ということで、皆さん大好きエッサベーグル、多分ニューヨークに来たら必ず皆さんエッサベーグル行くじゃないですか。それのちょっと特集をしてみました。かわいい、うん、じゃ あ僕の店でも着ようかな。ということで今日は今から晩ご飯食べたいと思います。で、もうちょっとさっき開けちゃったんですけど、今日は、ブルーリボンというビール飲みたいと思います。2ドルなので280円です。もう早速いただいてます。実はこれ、ちょっと取り直ししてるんですよ。はい。で、あとですね、今日の晩ご飯の一つで、あと、今日朝食べたエッサベーグルの、シナモンレーズンプラス豆腐クリチ。これも晩ご飯に食べたいと思います。ね、外で撮ったんであまりきれく見えてないと思うんで、こんな感じです。こんな感じです。ね。もうめっちゃ美味しかった。で、あと、今日ね、ほんと寒かったんですよね。ちょっとさっき外チラッと出たらみんなダウン着てたりとかしてたんで、僕もね、ユニクロの、ウルトラ軽量ダウンでしたっけ。それちょっと忍ばしてたんで、もう今日それ一日着てました。で、寒い寒いと言ったので、今日はですね、これですね、じゃじゃーん。ホールフーズのスープになります。サラダバーみたいなのをなんかトレーに取って、なんか自分で詰めていくホットサラダバーとか普通のサラダバーとかあって、その横にあのスープバーがあるんですよ。で、そのスープバーでいろいろちょっと見たんですけど、何がいいかなと思って、とりあえず今日はミネストローネにしてみました。めっちゃ美味しそうですね。横でおばあちゃんもなんかスープ選んでて、なんかね、どれしようみたいなことを言いながらちょっとね、選びました。あー、これ美味しそう、美味しそう、湯気出て湯気出て。で、スープバーでミネストローネ、ね、なんかね、6種類ぐらいあったんですけど、めっちゃ香料効いたのとか、なんか麺、ラーメンみたいなやつもあって、どれにしようか思ったんですけど、なんかとりあえずね、なんか当たり外れないような方がいいかなと思ってミネストローネにしました。で、ミネストローネが7ドルなんで、980円になります。で、これが、小、中、大があって、これが、なんか、中の量なんですけども、小だと5ドルぐらい。で、7ドル、あと10何ドルだったので、まあ、中でいいかっていう形で中にしました。でもね、入れたら結構いっぱい入ってるんで、お腹いっぱいになるかも、またこれ。具材がいっぱい入ってるんです、ほら、ほら。これ見て、ほら。ね、ちょっと炒めさせていただきます。うん、あったかい、美味しい、めっちゃ美味しい。やっぱ寒い時ってスープ美味しいですよね。うん、めっちゃ美味しいわ。皆さんそのエスターブベーグル行って、ベーグル買って、あとブルーボトルとか、あとスタバ行って、で、それをセントラルパークに行って食べるっていうのが結構ね、インスタとか結構載ってるじゃないですか。僕初めて今しましたけどね。大体店舗で食べる場合が多いんですけどね。まあ、あとはホテル持って帰って、うん。スープ美味しいですね。で、早速これもいただきます。うん。うん、美味しいね。そうそう。皆さん映像で見ていただいたと思うんですけど、なんかエッサベーグルの外観変わってるんですよ。昔は木のフレームに、では木目見えてて、ガラスを張ってた、ガラスの、格子窓みたいになってたんですけど、木のむき出しのところをね、なんか薄い水色みたいな感じでもう塗りつぶしてました。で、なおかつ、
中縁を金色でこうずっと縁取ってたんで、高級な感じを醸し出してるような島で、なんか昔なんか、まあ木目がこう結構、茶色くなってて、前たら古めかしいみたいな感じだったんですけど、まあ例えたら変なんですけど、ロンドンのカフェとかに使ってそうな、色、藍みたいなのを使ってましたね。うん。中は全く同じでした。僕行った時は、映像で見ていただいてわかると思うんですけど、ドアの手前ぐらいまで並んでて、やっぱ観光客の人多かったですね。20分ぐらいしか待たなかったのかな。相変わらずおばちゃんが並んでる横のところで、なんか会計やってましたよ。これ見えていいのかなと思うような感じで、なんか打ち込んでましたね。あとなかなかホテルに持ち込んで食べようと思うと、なんかこういうあったかいもの食べれないんですよね。だからね、ホールフード助かりますね。また美味しいし、でも、実はもうちっちゃいカップでも良かったかもしれないね。本当に具たっぷり。最初行ったところが、サードアベニューのエサベーグル。まあ一番でも行ってるのはあそこだと思うので、ね、私。うん。というかみんな絶対あそこ行きますよ。あそこ結構本当に並ぶんですよ。もう12時手前とかなると、もう外までずらーっと並んでるんで、本当に行き流れたとこですね。あと帰りのお土産として買う場合は、あの列並ばなくても、奥にカウンターがあるんですよ。で、ドライベーグルだけ買うところがあって、そこで、このベーグルを買って帰るのもいいかもしれないですね、最終日に。何個だったかな？何個以上買うと、なんか1個か2個サービスしてくれるような感じになってるんで。で、初めてオーダーされる方は、列に並んで、前のディスプレイがあるので、何のサンドイッチにするのか、で、それで、何のベーグルにするのか、あと、クリームチーズだったら何のクリームチーズするのかとか、その待ってる間に選んでおくといいと思いますよ。で、呼ばれて、ネクストとか言われて呼ばれて、で、まあ実際注文して、サンドイッチだったら、例えば、ツナサラダとかだったら、ツナサラダ以外にトマトとかレタス挟むのか聞かれたりとか、あとはトーストするのかしないのか、を聞かれたりしますね。すぐ食べるんだったらトーストしてもらってもいいですし、私みたいになんか持ち歩こうと思ってたら、もう逃走してもらわない方がいいと思いますね。で、その後、それをもらってレジに行って払うみたいな感じですね。だから、ベーグル屋さんオーダーするところと、レジするところが違うって感じですね。ベーグル屋さんによって多少違うので、どこがオーダーするところなのか、レジ払うのかっていうのを周りの人見ながらやれば全然いけると思いますよ。で、2番目の、メインシーズン近いベーグル、アイサベーグルもあるんですよ。そこはね、本当に新しくて、3年ぐらいに新しくなって、本当に、もう設備とかああいうのも全然綺麗でしたよ。中にもイートインするスペースもあるし、まあ外にもテーブル座れて、だからサードアベニューの最初のエサベーグルは、座るところって言っても、何席くらいだろう、多分、7席か8席ぐらいなんですけど、結構多いんですよね。メインシーズン近くの。エサベーグルは店も本当に綺麗だし、新しい感じがしますね。でもなんかね、人によってはなんか、その新しいのが嫌だ、なんか古いままの方がいい方は、そのサードアベニューの方のところ行かれる方が多いと思います。で、びっくりしたのが、お店の形態はすごい変わってて、サードアベニューってなんか本当にお客さん対応してるみたいな感じだったんですけど、まあ、メイシーズの近くのエサベーグルはもうなんか通販の箱がもう山ほどあったんですよ。だから、オーダーするお客さんの後ろが全部箱みたいな感じで。だからもう、ネットオーダーがめちゃくちゃ増えてるのかなと思って、オーダーを聞いてる人と、後ろで、ベーグルを箱に詰めてる人、通販で。もう、だから、もう箱が本当にいっぱいなんですよね。どんだけ送るんやろ、いっぱいになったので、変わったのかなと思いましたね。めちゃめちゃこの箱の山の箱なんだろうと思って。で、本当におじさんとかはね、詰める作業をめっちゃしてたんで、なんか、そう思うとなんか雰囲気があんまり、なんか、昔はめっちゃ3年前ぐらいだと綺麗なと思ってたのに、なんかもう作業場みたいになってましたね。でもまあ、サードストリートのエスタビーグルさんよりは混んでないので、まだ、混むの苦手だなとか、焦らされるの嫌だなと思う方は、明治近くの方行った方がいいかもしれないですね。まあ全部回ってもいいと思いますけど。あとこの T シャツ買ったファーストアベニューの、エサベーグルは
サードアベニューとメイシンズ側のエスタベーグルも T シャツとか出なかったんですけど、そこは、T シャツってやったんで、これ買ってきました。これ。もしなんか欲しい方は、ファーストアベニューのエスタベーグル行ったらいいと思います。あと、エスタベーグルの帽子も売ってますし、なんか思い出にっていう方は。でも結局のスタッフと同じなんですけどね、これ。基本はこのグリーンの色と白があるんですけど、もうグリーンしかないって言われましたね。こういうのが好きな方はぜひ。結構こういうのを僕の最初の頃、なんかめちゃくちゃ欲しくて、なんかベーグル屋さん行くたびになんかこういうの売ってるんですよ。自分とこの T シャツ。でも結構在庫ないとこ多いんですよね。多分本当にね、日本人の方は多分本当にエスタベーグルと思うので、ぜひ、この3店舗行ってみてください。あと、ブルックリンのランボの観覧車あるじゃないですか。観覧車あるタイムアウトマーケットというなんか、ちょうど観覧車の前のなんか施設があるんですけど、そこの中にも入ってるんですけど、僕はそこは行ったことあるんですけど、食べたことなくって、ただGoogle 評価はわかんないですけど、めちゃめちゃ低いですね。どっかの店舗に入ってる一部だけやってるみたいな、フードコートなのかな？わかんないけど、そんな感じなので、できれば、僕、今日行った3店舗のどれか行ってもらえばいいかなと思います。ただ、ファーストアベニューは、地下鉄で行こうと思ったら、結構歩かないといけないんで、もう本当にメイシーズ近くのものか、サードアベニューのものが都会にあるので、そこで買えばいいのかなと思いますね。あと、メトロカードを使えば本当に便利なんですよね。ただね、このメトロカードが今年、23年に廃止になるとか言ってるんですけど、ガンガンみんなメトロカード使ってますよ。これ廃止になるのかなと思って。これはセブンデイズアンリミテッドパスとか言って7日間乗り放題なんですよ。で、今そのニューヨーク市がオムニーとか言って、この携帯電話でピッとできる、あるいはカードでピッとして決済のを始めてるんですけど、このメトロカードは、買いました、今日使いましたって言ったら、今日から7日間が、34ドルかな。33ドルプラス、メトロカード発行料1ドルなんで、34ドルだと思うんですけど、オムニーとか行って、この端末であったりカード決済するのは、月曜日から日曜日までの1週間上限を超えても課金しませんよっていうタイプなんですよ。で、そうなると、ニューヨークに、例えば、水曜日から滞在したら、水曜日で日曜日まで一遍切られて、で、また月曜日からその間のやる一定期間を超えたら無料ってなるので、なんかお得感が全然違うんですよね。まあ、そのネットの上で管理できたりはするんですけども、できたら私はね、端末が通りにくい場合あるんですよ。なんか、スライドしてもなかなか認識されなかったりするのと、そこ一回スライドするじゃないですか。で、エラーでそのまま知ったら、そこの改札が15分間通れなくなるんですよね。それだけ気をつければいいと思います。まあ、カードだからなくしたら終わるかもしれないんですけど。なんか僕、ネット記事で読んだのが、ニューヨーク市としては、もうこういうものの決済していきたいんですけど、例えば日本人って銀行、住民票あって、銀行口座作ろうと思ったら作れるじゃないですか。でもね、アメリカってめっちゃ審査厳しくらしくて、どうなの？貧富の差が激しいので、だから銀行の口座持てない人いるらしいんですよ。で、銀行の口座持てないってことは、クレジットカードとか作れないじゃないですか。で、クレジットカード作れないってことは、こういう端末でピッと生産できないじゃないですか。ということで、だからもし、このメトロカードを廃止してしまうと、口座持てない人がもう電車乗れなくなる。まあでもそういう人って結構ピッてやらんでも、ここどうですか、乗り越えていく人が、もうたくさんいるんで、まあ、それぞれはどうなのかなと思うんですけど、いや、本当にいるんですよ。もう、必ず改札行ったら誰か乗り越えてますからね。で、メトロカードの場合は、これ一回、シュッと入るとき、こう見せ、スライドして、出るときも全然、もう、ノーチェックなんですよね。日本の切符って乗るときもチェックして、出るときもチェックするじゃないですか。で、アメリカの切符は乗るときだけチェックするんで、まあ、どこで出ようが何しようが、全く関係ないんでね。乗り越える人は、かなりの数います。はい。ということで、多分僕はね、わからないですよ。これ、そんなにすぐなくならないんじゃないかなって思ってます。いや、もうなくならない方がいいんですよ。だって、旅行者にしたら、もうこれ1枚ありゃ便利ですからね。いや、13回以上かな。乗ったら元全然取れるんですよ。でも今日僕、
多分10回以上乗ってると思うんですよね。どっか行って降りて、どっか行って降りて、どっか行って降りてとか、戻ってきて降りてとかやってるんで、それぐらい乗ってるんで、もうこのカードも絶対安いです。で、なおかつ、いや、本当にね、ニューヨークの物価高いけど、これは絶対安いと思いますよ。まあ、4760円で1週間乗り放題なんですよ。例えば、ロンドンとか行って、ロンドンの、なんて、チューブでしたっけ？なんか忘れたけど、あのカード使ってめちゃめちゃ高いじゃないですか。もう何万ってなりますよね、毎日乗ってたら。だからそれを考えたら、だから一番物価が高い、家賃とか高い国で、これで元取れるのだろうかって思うんですけど、まあさすがにね、まあ地下鉄汚かったりとか、そういうのあるんですけど、まあ、これは旅行者にとってはもう、めちゃくちゃいいと思う。だって4760円だったら、一回なんかウーバーとかだと終わりじゃないですか、もう。だからぜひ皆さん、これを買ってください。で、これの買い方とかも YouTube 撮ってるんで、よかったら見てください。あと今日行った、スーパームーンベイクドハウス。もう、何年ぶりかな。これも3年ぶりに行ったんですけど、お店が全然変わってましたね。もうなんか、奥までお店があって、というのが、カウンターに、クロピンというのを、ポン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 と置いてて、でっかいカウンターに置いてて、それを指差し注文してもらうみたいな形で、中イートインスペースあったんですけど、今日行ったらもう入ってすぐもう、クロピンとか、クロワッサン並べられてて、奥はもう厨房になってて、だから男性の方が入ってきたら、販売するみたいになってましたね。だからそれも多分ね、通販とか、そのウーバーイーツみたいなのが多くなったのかなと思いますね、本当に。もう通販が、もう前線になってきてるのかもしれないですね。で、通販前線になることによって、今まで現金だったところが、もうキャッシュレス決済が進むみたいな感じになってますね。いっぱいになってきた。今日行って思ったのはそれぐらいかな。あと何回も行ってますけど、めちゃくちゃ旅行者です。めちゃくちゃ多いです、本当に。観光どころ行ったらもう、人がいっぱいで歩けない。そう思ったら、私今、ブルックリン、ウィリアムズバーグに滞在してるんですけど、そういう喧騒がないのはいいですね。エクサベーグル食べ終わりました。このスープは1000円って高いのかな？安いのかな？日本でスープとか買わないんでね。まあ、女性の方とか結構スープストックとかあるじゃないですか。それから比べたらどうなんだろうね。それで私が住んでる明石とかにはスープストックではないですけどね。完食でーす。あ、お腹いっぱいになった。今日はエッサベーグルを3店舗回ったんですけども、皆さん日本人の方は必ずニューヨーク来たら行くと思うので、よかったら参考に行ってみてください。まあ本当に美味しいベーグル屋さんだと思いますし、いろんなカスタムしても、なんか優しい店員さん、あるベーグル屋さん行ったら怒られますからね。早くしろみたいな怒られるんですけど、そういうのもないですし、対応してくれると思うので、いい思い出になると思います。今日はエッサベーグル特集ということで、ご覧いただきましてありがとうございました。これが参考になったなぁ。良かったなぁとか、まあ楽しかったなぁという方はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。